HMV オンラインをご覧の皆様、こんにちは、スーパービバです。こんにちは、ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの柳月です。ドラムの藤原です。ドラムの藤原です。ということで、我々スーパービバなんですけども、はい、9月の6日に新しいアルバム、真ん中のことをリリースでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてコンセプトというものを最初に設けて、うん、我々史上初めてですね、うん、最初に作り始めたというのは、うんうん、はい、そんなアルバムですけども、うん、いかがでございましょうか。まあ本当そのコンセプトっていうのも、はい、まあこれライブがイメージできるような作品だったりとか、はい、まあもちろんこれまで通りスーパービバが大事にしてる歌詞とか、はい、歌の力っていうのはより強固にしながらも、はい、まあ、こうサウンドアレンジだったりね、うん、こうサウンドアプローチをもっともっといろんな面白いことやってみようという、はいはい、だからかなり聞き応えのある、作品になっていると思います、はいはい、ぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思ってます、はい、よろしくお願いします、はい、特典のステッカーに関しましても、うん、私が書かせていただきました、はい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 、ね、画伯がバーって書いて、渋谷バーってステッカーでバーって書いたらバックする感じなんですよ。予約特典なんでね、あの、ぜひ購入者特典かな、購入者特典、ごめんなさい、購入者特典なんで、はい、あの、ぜひ購入していただいて、はい、シールをこうゲットしてくれ、あったらもう好きなところに貼って、はい、好きなところに、ように眺めて楽しんで、はい、怒られないところに貼ってね、よろしくお願いします、はい、お願いします。しかもですよ、はい、無人島企画というものがございまして、はい、無人島に持っていく10枚というものを我々選ばせていただくので、はい、果たして無人島に本当に CD を持ってるのかどうか。確かに。本当に、ね、それより大事なことじゃないですか。食パンの方がいいんじゃないか。食パンの方が。水はいいのか。果たして再生できるのか。パワーの、パワーあの子、まあ、ね、再生権持っていかなくていろんなことがありますけど、それだけ差し置いて、はい、無人島に持ってくんならこの10枚を持ってきたいというものも、はい、我々参加させていただいてますので、そちらもぜひチェックしていただけたら嬉しいでございます。はい、我々ツアーもございます。うん、はい、どうです、25箇所26公演、はいはい、まああの千葉ルックから始まりました、はい、最終公演は ZEP 東京 2days、 嬉しいです、ね、我々にとって初めてですね、はい、2days っていう、そう、うん、同じ会場で2days を ね、 ね、本当にやったことがないので、はい、我々もう13年目の番ですね、はい、12年やりまして13年目の番組なんですけども、我々がどんな風に人と向き合ってどんな風に音楽と対峙してきたかっていうのが一番分かる場所っていうのは、まあ、ライブハウスな気がしてますんで、ね、うん、ぜひいろんな会場でありがたいことにソールドアウトをいただいているんですけども、見られる機会、お会いする機会がありましたら、そういう姿勢で一対一の対峙できたなと思っています、はい、ということで、いいのかな、言い残したことありますか、藤原さん。ないです。おや、以上スーパービバーでした。ありがとうございました。おや、ありがとうございました。新しくなるもん。